神戸地域手前の富士急が一時的に異常者通信号が出ておりました。運転手が危険と判断し非常ブレーキにて停車いたしました。向町駅手前の踏切の安全な人目が見つかったため運転が行かなければお祈りのところ心を引き列車が遅れましたと思いました。ビジュアルラジー登場いたしました列車は出ましたから保険者による新車特定車あとは大津の方で出るだけです。ビジュアルラジーから遅れたり